皆さんこんにちは。こんばんは。にゃんにゃんチャンネルキャベ太郎です。マッコ大佐です。初勝利おめでとう。イエーイ。 We are red。 いや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 、初勝利で喜ぶようなチームじゃないのよ。優勝目指してますから。川崎フロンターレ戦はキャベ太郎さん大当たりでしたね、予想が。はい、おめでとうございます。そちらも気になる方はあの川崎フロンターレ戦のプレーゲームの方を、まあ、ご確認ください。まあ、ぶっこしたくなってくるから、ね、私もね、谷口が早々にイエローカードもらうって部分だけはあとちょっとでした。今日は今季勝利なしで迎えた第3節、はい、ACL の関係で、まあ、浦和レッズは、うんうん、まあ、5試合目になったけど、ホーム埼玉スタジアムで開催された湘南ベルマーレ戦の、うん、ポストゲームトークをやっていこう。始めてみましょう。始めてみましょう。にゃにゃチャンネル。試合の方は前半16分にキング江坂、そして87分、まあ、試合終了間際でしたね。うまい馬渡り、馬渡りということで、あのそれツイッターで見たんですけど、いまいちじゃないかな。腹がよじれてヒッヒッってなってる。呼吸困難を生み出してしまい申し訳ございません。結果2対0で浦和レッズが勝利したね。いやー、なんか、ま、どんな相手でもあれだな、やっぱ勝ちはいいな、うん、いやそうよ。まあね、やっぱ2点目取れたのがでかがいいよね、うんうん、まあ、その中だったらなんかね、2点目を取りに行ったのかどうなのかみたいなところもね、なんかちょっと気になるから、これからちょっと話をしていこうと思います。と、直接対決の結果は、新しい方から引き分け湘南、引き分け浦和レッズ、引き分けということで、まあ、5試合全体でも、まあ、イーブンの試合結果、うん、の両チームの戦いでした。あのスコアは違います。ゼロで、湘南さんも、結構、まあ、選手の入れ替えが多く、ありましたけど、ちょっと待って、なんか間違ってる、ウェリントンいなかった、いた、ちょっと待って、ストップストップ、これ別のウェリントン、あ、別のウェリントンだ、ちょっと紛らわしいよこのエルゴラストさん。ウェリントンジュニオール先生、ウェリントン、まあ、ジュニアってことだね。そんな戦力団にはなってないかもしれない。まあ、実質名護選手が一番の、まあ、戦力放出だったっていう感じですね。はいはい、で、入ってきた選手がですね、意外にこう実力者が集まっていて、うん、長木選手だったり米本選手だったりっていうところが湘南さんとしては戦力アップになるところですね。あとは、まあ、瀬川選手、フォワードでいうと瀬川選手と、まあ、若月選手は、まあ、あのメンバー入ってなかったですが、うん、まあ、ここら辺が、まあ、戦力アップと見るべき選手たちなのかなというところですね。で、本日のスタメン、まあ、川崎戦から中3日の試合であってるよね、うん、はい、で、まあ、左サイドバックは、川崎フロンターレ戦は真渡選手が入っていたところに大畑選手が入って、うん、でこの左サイドバックはなかなかね、この若手の大畑、ベテランの真渡っていう感じで、なんかバランスよくすごい切磋琢磨して、うん、どん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 完成度が高まっていってるなっていう風な感じがして、自分俺は結構ワクワクしながら見てる、はい、ボランチの2枚がね、それあとゴロッと変わって、まあ、川崎フロンターレ戦は伊藤敦と柴戸選手が入ったのが、岩尾と平野が入っと、うん、で、はい、だけど平野選手が怪我で31分に交代、これちょっと筋肉系の怪我っぽく見えたんだけど、まあそうだ、うん、そんなにね、まあその自分で歩いて出てたと思うから、まあ、そんなにひどくないと思うんだけど、筋肉系だとしたら少なくともやっぱ 2,3 週間はかかるよね。そうだね、だからちょっとなんかせっかく出場機会がまあ巡ってきた平野選手にとってはちょっとまあ残念な結果になったかなっていうふうに思う、うん、ベンチに柴戸選手が入ってなくて、伊藤敦が入ってたんだけど、そこがね、ちょっと柴戸選手も2021年に怪我が多いって話をしてて、うん、なかなか過密日程で、まあ、週2回が続いてたから分からないんだけど、うん、ちょっと怪我だとしたらまたこれは、うん、それはさらに、まあ、ちょっと裏にとってはマイナスポイントになっちゃうかなっていうところは気になってはいる。そうだね、ボランチのポジションがね、うん、少しね、うん、でただ、まあ、その平野選手が、まあ、早い時間帯に交代枠とボランチの交代のカードが、まあ、なくなってしまって、その後のなんかこう、うん、ペース配分みたいなところは結構難しいかなって思ったんだけど、まあ、岩尾選手さすが、うまくゲームを進められたかなってところはちょっと見てて面白いなって思った。前線の方では前節、小泉選手が入ってた ところに、松崎選手が入ると、はい、で俺ねやっぱね大好き松崎。あ、そう、うん、いやなんかよかんない、本当にモッコが、うん、選手ピックアップの動画を作ってくれたじゃない、うん、あそこからなんかもう、はい、なんか頭の中に松崎がずっと入ってて
こう面白いリズムでドリブルをするっていうの、あのフレーズみたいなとかがね、うん、こう試合を見ながらね、あ、確かに、あ、確かにっていうシーンがすごくあって、まあ、気になる方はそちらの、うん、動画の方もあのご覧いただきたいんですが、もうなんか俺はね超好きで、でこの後モーベルグ選手がさ、まあ、入国してっていう話があって、はいはいはい、まあ、ここのポジションが一番やっぱ適正ポジションなのかなと思うんだけど、うん、それでなんかこう入れ替わって出場機会がガクッと減っちゃうのは本当にもったいない選手だなって思ってる、うん、俺の中では少なくともゆるき選手が来た時よりは上だろうなっていう風な見立てなんだけど、うん、ちょっとね今日の出来に関しては少しあれかなっていう個人的に私は、ね、少し思った、うんうん、で俺そう、あのセンターフォワードの、ね、秋元選手に関してね、うん、あの2点目が入る前にね自分のコメントいろいろ考えてたんだけど、はいはい、まあ、そのコメントね、あの素直に読み上げさせてもらうと、うん、決定力が低い、はい、あの左サイドバックにして攻撃のクオリティがもっと高い選手を前線に置いた方が本人のためにもチームのためにもいいって書いてあるんだけど、うん、すいません、うん、手のひら返ししていいですかいやまあ2点目のね、やっぱあの起点のポストプレー、うん、でまあアシストもついたよね、はいはい、まああのプレーはちょっと、うん、すごかったね。でもどうなんだろうな、俺は左サイドバックの方がいいと思うんだけどな。それでもいやまああのね、キャベツが言わんとしてることはわかる、すごくあのちょっとゴール前での落ち着きがもう少し欲しいなって、あの私も見てて思ったんですけど、うん、まあ、最後あのシーンに関してはねあのよく周りを見てね、うん、素晴らしいパスを通してくれましたよ、うん、はい、まあ、なんか右足で打てそうだったところなんだけど、うん、まあ、無理せず左に持ち替えてスルーパスかな。そう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 、うん、まあ、真当たり選手がうまかったっていうのもあるんだけどねでそうあとね2点目を取れたっていうところが、うん、まあ、なかなか気になってて、うん、っていうのもその前に選手交代で、うん、俺ユンカー入れんのかなと思ってたんだけど、最初あの、うん、理科賞の判断は犬飼選手投入だったね。あ、そうだね、まあ、だからやっぱり1対0で逃げ切るっていうことを目的として、うん、まあ、それに、まあ、運よくっていうか、まあ、あわよくばっていうの狙いはずっとあったと思うけど、うん、まあ、2点目が取れたっていうゲーム展開で、うん、まあ、この戦い方って2021年もすごくやってた戦い方だと思うんだけど、うん、うん、今年優勝を狙っていくのでこの選手交代っていうのはまあありなのか、それともやっぱみんなユンカーを投入するぐらいアグレッシブにいってほしいのかっていうところもちょっと気になってるところかな。そうね、だからどっちが正解かなんだよね。先制点取ってリードしてる状況で終盤までね、行った場合その守りきるのか2点目3点目を取りに行くのかっていうところで、まあ、川崎だったり F ・マリノスさんはね2点目3点目を取りに行くって選択をすることがまあ多いんだけど、まあ、個人的にはちょっとガンガン行ってもらいたいけどね、うんうん、でスタッツの方を振り返ると、うん、ポゼッションの方がね浦和レッズ 48% 湘南ベルマーレ 52% って、うん、まあ、ほぼイーブンなんだけど、はい、先制点を取った後に俺はそのディフェンスラインでのパス回しとかあのバックパスを、ね、うん、うまく使ったりとかで、うん、簡単にクリアをしてなかったと思うんだよね。このクリアの数字が9ってところも出てると思うんだけど、うん、はい、1回2回頑張ってつなごうとして、まあ、ちょっとクリアするみたいなそういう、うん、なんか餌をすごくうまくまけていて、うん、でなんかそこにやっぱり食いついてくるから先制点取れれば、まあ、そういう試合運びができたのはすごく、うん、あのポジティブで、ここには出してないんだけど、うん、アタッキングサードでのプレー回数みたいなやつは湘南の方が多かったのよ、うん、まあ、浦和陣地の方でよりあのプレーをしようっていう風な形でやってたんだけど、そこを直接見るっていうだけじゃなくてやっぱりなんか意図を持って相手をこう前に出すっていうあの作業がうまくできてたかなって思うので、うん、まあ、そこに関してはかなりポジティブに俺は捉えてる、はい、でゴール期待値の方が浦和レッズが 0.97 で、湘南ベルマーレの方が 0.49 っていう数字になっていて、まあ正直もうちょっとやっぱりね、うん、高くあってほしい。あのやっぱり横浜なんかは、ゴール期待値がまあ 1.5 を超えてくるのね。で浦和レッズは2021年のゴール期待値の平均が 1.24、うん、だから2021年の平均を下回ってる期待値になってる。でなんか前半のやっぱりそのパス回しみたいなのもすごく良かったと思うんだけど、実はゴール期待値に関しては後半の方がより高かった。だからまあよりやっぱりこの先制点を取ることの重要性、先制点を取って相手を食いつかせて、まあ、その裏カウンターを狙って、まあ、
数的優位っていうか、うん、まあ、同数だったりとか数的優位だったりっていうシチュエーションを作って、はい、まあ、短いパスで、相手のゴールに迫っていくっていうところが、まあ、いかに有効かっていうのを示していると思うんだよね。で、湘南ベルマーレに関してはやっぱり枠内シュートゼロっていうところがすごく少なくて、はい、でコーナーキックも1本だから、うん、まあ、浦和レッズの陣地でプレーしてる回数は多かったんだけど、やっぱり深いところは全く取れてなかったのかなっていうのが、うん、まあ、数字から出てる。ニャンニャン式採点のコーナーですね。で、まあ、全員は触れていかないんですけど、まあ、ポジティブな面で言うと馬渡選手、秋元選手、江坂選手が、まあ、最高点にはなります、うん、でやっぱり馬渡選手もここに至るまでもね、サイドかなり積極的に駆け上がるシーンというのがよく見られていて、うん、で今日は ようやくというか、まあ、得点までついてきてね、本当に馬渡選手もすごく嬉しかったと思います。でやっぱり秋元選手に関してはフォワードからディフェンスに入ってさ、またフォワードに戻るみたいな、うん、まあ、ユーティリティな部分がですね、まあ、チームに大きく貢献して、まあ、戦略というかの幅がやっぱ秋元選手一人地にいるだけで大きく広がるっていう意味では浦和の中心の選手だなっていうのが、まあ、今回の結果になります。で、まあ、江坂選手ね、まあ、その前の、ね、ショルツ選手の縦パスから始まってますけど、やっぱスルーパス出して自らゴール前行ってマイナスのクロスに合わせてゴールっていうところで、まあ、やっぱり、江坂選手、まあ、キングたるゆえんがですね、プレー使ってるね、はい、使ってるね、キング今使っていましょう、今日は使いますか。で、ちょっと気になるところで、まあ、言いますと、ちょっと西川選手のフィードがですね、ここ最近結構、まあ、相手チームもね、かなり対策してきてて、まあ、左切ってプレスかけてくるから、結構フィード繋がらないんだよね。うん、だからちょっとそこは気になりつつあるっていうのが一つ。うん、で、もう1点触れなければいけないのは小泉義雄選手ですね、うん、まあ、最低点の4点というふうになってます。でやっぱり一番気になったのは判断がすごい遅い、判断が遅い、引きつけてる線だっていう方もいるかもしれないんですけど、その後のパスの選択も結構後ろ向き で若干弱めのパスとかで、特に自陣においてのパス回しに関して言うと少し危険な部分がしたので、うん、まあ、早く本調子を取り戻してほしいなっていうのが、思いです。で立ち上がりですね、もう一個言うと、ボランチの2枚が、まあ、平野選手と岩尾選手の2枚でスタートしたんですけど、やっぱこの2枚で かなり守備的に無理があるなって一瞬思ったんですけど、うん、この2枚がいることで、中央のですね、ショルツ選手だったり岩波選手の縦パスっていうのが、まあ、バシバシ通るんですよね、うん、やっぱり受けれる位置に、平野選手が動くっていうのと、平野選手が動くことで縦にパスコースが生まれるっていうところで好循環が生まれてて、かなり、まあ、前半のね、平野選手が変わるまでは、ディフェンダーの縦パスがかなり有効に効いてたなと思います、うん、で、まあ、トラブルでね、伊藤敦樹選手が入ることになりましたけど、普通もまあ伊藤敦樹選手、まあ、今日に関してって、まあ、ここ最近で、まあ、かなりパフォーマンス高いんですけど、バシバシインターセプトしてて、かなりボランチに関しては良きっていうところですね、うん、はい、ということで、まあ本日湘南ベルマーレ戦振り返ったんですが、もう一つ気になるのが右サイドバック酒井宏樹選手、うん、俺が見てる限りコンディションが高くない、うん、上がってないと思うのね、うん、でもやっぱり2021年に加入した時のあのインパクト、うん、もうデュエル負けないし最強じゃんっていうインパクト、うん、あれがこうなんかこう惰性的にずっと続いてて、うん、ファンの中でもやっぱり まだいいっていうイメージがね、ずっと残っている気がするんだけど、うん、なんかよくよく見るとトップコンディションじゃないんじゃないのっていうシーンすごく多いんだけど、どう思う？いや実際ね、今回の対戦でもね、まあ、縦の関係は松崎選手とだったんだけど、うん、ディフェンスのパス回しからね、縦につけるパスだとか、中のパスとか、自陣のパス回しで若干の精度に欠ける部分がやや見られるっていう部分もあるから、うん、まあ、酒井選手比で言うと現状のねパフォーマンスはトップパフォーマンスではないのかなと、まあ、私も、まあ、正直思ってます。ただやっぱ関根選手が縦に入った時はね、もう少し生き生きしてるからあれなのかな、縦の関係がもうちょっと成熟していけば、酒井選手のパフォーマンスも上がってくるのかなと期待していますけど、もう使うしかない、はい、渡り右じゃダメ、正直渡り選手右の方がいいかなって個人的にね、うん、サイドバックで出るのか思ってるので、うん、まあ、ちょっとね大畑選手がフルでね90分使えるというのであれば、左大畑選手右渡り選手でも面白いかもっていうのがありますね、うん、それに宮本選手もいるもんね。ということで
この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。よろしくお願いします。バイ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 。Check the mic and make sure it sound right, boys.